楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔のマネーは語る。アメリカでは FRB の利上げについて5月3日に0.25%を8割から9割、そして6月の利上げを0.25%でまあおよそ25%ほど折り込んでいるという状況です。まあ、いよいよ利上げも打ち止めかというところまで来てるんですね。 当然のことながら一つのイベントとしてメディア等でも取り上げられることが多いと思いますしそういう時に専門家がいろいろ解説をすると思います今回はその利上げが止まるということの意味について考えますこのことはサイクル投資を考える上で一歩二歩踏み込んだ議論ができますのでぜひご覧になってみてください 若い方には分からないかもしれませんけれども、2世代ぐらい前の時代劇を見ますと、同心とか、おかっぴきとか、親分のところには、ちょっと同系役の助手のような人がいて、まあ、この人がいつも、底辺だ、底辺だ、親分、底辺だって来るんですね。まあ、その親分、あるいはおかっぴきが言うには、おめえの底辺だわ、聞き飽きたぜっていう、こういうことなんですけれども、まあ、マーケットももっぱら、何かイベントがあるたびに、底辺だ、底辺だと。 いうようなことになりますただ今回利上げ停止っていうのはサイクル投資の中ではさほど重要な意味を持たないということなんですねただ重要な意味を持たないけれども一つのステップとしてその周辺にある違う要因を見ていかなければいけないという場面でもあるんですまあそのことについて今回は米国株の巻ということでお話をします まあこのタイトルの通りで、ペット、ドル円の巻きというのをやりますので、そちらとセットで見てください。株と為替と見るべきポイントが若干違います。その違いが、またサイクル投資を理解する上での厚みになります。そのことを踏まえて、2回続けて、この米利上げ停止についての考察をいたします。なお、この動画は楽天証券の投資情報メディア、投資つにて展開をしております。 気に入っってくくださった方は、いいねボタンンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お話をすることですけれどもまず1番目利上げ停止というのがサイクルの中でどういう段階にあるのかということを確認しますその上でこの利上げ停止に伴う相場変動を考えるにあたって、えー、相場の2つの発言歴史は陰を踏むまあ 歴史は繰り返さないけれども、インを踏むっていうところですね。それからもう一つは、This time is different. 今回は違う。この二つをどういうふうに評価するのかということで、利上げ停止を考えます。そして三番目、逆業績相場へサイクルがメリハリをつける条件ということを考えます。まず利上げ見通しですけれども、この図はこちらの青い線が、 上から10年金利、5年金利、2年金利、そして点線がフェデラルファンド金利、政策金利ですけれども、この政策金利の先にあるドット、これが今、マーケットが織り込んでいるフェデラルファンド政策金利の見通しということになります。5月に0.25%の利上げをほぼ織り込んでいる、そして6月ですけれども、ひょっとしたらまたやるんじゃないか。 ということを4分の1ほど織り込んでいるでもこれあたりで頭打ちで年も終盤に向かっていくとその中では利下げではないかという折り込み方になっていますまだまだこの見通しというのはブレる可能性はあります株式市場というのはもう頻繁にこれまで景気は強い弱いというのを1、2ヶ月ごとぐらいに切り替えてきました まあ相場が上がれば何でもよく見えるし相場が下がれば何でも悪く見えるしっていうこれがもう株式市場の情報の特徴なんですけれどもまあ、本当にこの1年間停留を見ればさほどの変化はないはずなのにまあ市場だけはひどく上だ下だと言ってブレたというところがあります今後についてもインフレが下がらないじゃないかとかあるいは景気そこそこ持ちこたえてるじゃないかっていう話になるとこの 5月6月7月とたどっていく中でその都度金利の見通しが上にぶれるという可能性はあります一方で金融不安がもう一度再燃したり景気交代リスクがガッと出てきたりするとその瞬間から鋭角的にこの見通しが下がるという可能性もあります、まあ、まさにそういう分かれ道のようなところには来ているということなんですが現時点で上なのか下なのかということについては FRB も わからない当然、マーケットもわからないということで、えー、いろいろそこは是々非対応せざるを得ないということなんですね。ただ、まあ、少なくとも今回の金利見通しですけれども、過去1年に金利もっと上がる、いや上がらないっていうことをやってきた時点から比べると、すでに金利がこの景気中立水準を超えてこれほどまで高くなっている。そして 景気を見ても、製造業にはすでに陰りが出てきて、これがサービス業にどういうふうに波及していくかというのを見ていく段階になっている、ですから中長期金利はこう下がってきているんですね。そして、この中長期金利が下がって短期金利が上がってということで、逆イールドになっている、つまり金利水準は高い、しかも逆イールドになっている。まあ、こういうい状況で、 金融の引き締め効果というのが高まりやすい、出やすいっていうところまで来てるんですね、そこに先立っての金融不安があって、銀行自体が貸し出し態度を厳格化していかざるを得ない、まあ、いわゆる貸ししぶりを考えなければいけないっていう、こういうところまで来てますので、まあ、今回はこのもういい加減利上げは打ち止めではないか、その後、ひょっとしたら下がるんじゃないかということの見通しについて、一定の妥当性があると。 いうまあ、こういうい解釈ができますでこれに関して、よくあるのは、ですねこの利上げ打ち止めっていうイベントに対して、えー、相場がどう反応するかっていう分析なんですね。まあ、これ、またおそらくいろんなところでこれから皆さんご覧になると思います。ここのゼロここが利上げを打ち止めたとしたところで、ここを100として、その後の S&P500 が、 週ですから、えー、50週にあたってどういうふうに動いたかっていうことを示してるんですね。まあ、これを見ると、明らかなのは全部で10回あるんですけれども、7回上がって3回下がったということなんですね。まあ、これで7勝3敗であったみたいな言い方がよくされるんだと思います。それれれれれからこここ15ででですすね3ヶ月強ですけれどもこれを期間で見るとこれが 七勝でそれで三もですね三分けぐらいなんですねですから、まあ、その点で言うともうほぼ利上げ打ち止めは株が高くなるんだというふうな解釈になりがちなんだと思いますこれは一つには前々から申し上げている逆金融相場金利が上がるどこまで上がるんだろうこんなに上がったら景気悪くなるんじゃないか まあこういうことを嫌って株が落ちていく逆金融相場、これが利上げ停止の段階では、あもうこれ以上上がらないんだっていう安堵があってで、ショートカバー等も含めて株が一旦反発しやすい、中間半島というのがあるんですっていうことを申し上げてきましたけれども、まあ、それの一つの表れにもなっているわけです。でところが、これ、中へ上がっても、参加がこんなに下がっているっていう場合に、 何が違うううんだろうっていうことをやっぱり考えななきゃいけないけんですこの利上げ打ち止め、あるいはこれ別のイベントで最初の利下げとかですね、あるいは重要な経済指標の発表があった、選挙があった、戦争が起こった、こういう時に必ずこの種の分析っていうのは出てくるんですけれども、これは分析としては初歩の初歩です、初級のものなんですね。なんでかっていうとこのの場合利上げ打ち止めの そのタイミング、時期だけがここでは捉えられていて、それ以外の条件というのを車掌している、捨てている、見ていないということなんですね。ですから、そこの他の条件のところに、こういうふうな分かれ道があるんではないかということになりますと、そこを見なければいけないんです。ですから、この単純に難勝難敗だったみたいな議論というのは、相場の中ではほとんど意味をなさないというふうに思ってください。 そこで比較的近い時点のもの、三つを線を太くして描いておきました。ピンク。これが2018年12月に利上げの打ち止めがあって以降なんですけれども、株はどん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 上がっている。それからリーマンショック前、2006年の6月がこの赤い線ですけれども、これも最後の利上げの後ずっと株は高くなっている。それから2000年5月。 これは IT バブルが破裂したときですね、しばらく持ちこたえたけれども、その後大きく落ち込んでいる、まあ、こういう展開が何によってもたらされたかということを一つ一つ見ていきたいと思います。まずは2018年12月ということですけれども、青い線が上から10年金利、2年金利、フェデラルファンド金利ということになります。 そしてこの状況の中でですね株は金利がピークをつけた時あたりで1回落ちるんですね、落ちるんですけれども、その後、金利が急速に下がっていって、株がもう一回持ち直していくというプロセスに入りました実はこの利上げというのは、リーマン危機2008年ですけれども、その後、ずっと超金融緩和を続けて、初めての利上げサイクル入りなんです。 まあ恐る恐る金利を最初上げ始めてから、徐々に徐々に上げていったということなんですけれども、景気回復期を経て、GDP のデフレギャップが解消された、まあ、ここからはインフレがちょっと高まるかもしれないっていう、こういう場面だったんですが、ここでトランプ政権が大規模な減税をします。だだっっったたらやっぱりりりりりもうううこここれはインフレなんだろろととということででじじじじ上がってきたところで 利上げを進めていくという展開になったんですねところがこの時なんですけれどもここまで金利を上げたこれだい大体2.5%で景気中立レベルですねでこれを超えたあたりで住宅市場がストーンと落ちましたで株価もそれを見て落ちたんです落ちたんですけれども実はその一方でインフレ率が予想外の低下を始めたんです このことで、えー、そんなに利上げをしなくていいんじゃないか、様子を見ようという期間がしばらくあったんですけれども、マーケットの方では、いや、もう次は FRB、金融緩和だということになっていって、中長期金利は下がる、でほどなくして政策金利も下がるということになったので、また、追加の金融相場、金融緩和を背景にした株高というものが起こったというのが、この時の展開でしたですから利上げをした。 と言ってそれが止まってもそのこと自体でサイクルには大きな影響がなかったというのがこの場面ですねその次ですけれどもリーマン危機の時ですこの時はインフレがなかなか上がってこなかったんですけれども住宅価格が暴騰しているまあ住宅バブルが発生したんですねでそのことを frb 当時の議長であったグリーンスパン氏はバブルではなくてフロスだ プロスっていうのは、もう小さなプツプツした泡ぐらいのことで、バブルというようなものではないと言いながら、まあ、それでも金利は正常化しなければということで、段階的に上げてきます。これ、もう小刻みに階段上がるようになってますけども、FOMC ごとに0.25%ずつ上げますよということをあらかじめ言っての利上げで、当時、メジャードな利上げ、測ったように進める利上げということが言われました。ここれはこの手前で IT バブルが破裂しての苦境、それに911同時多発テロによる苦境が重なって、超金融緩和をした、まあ、そのことが住宅バブルを招いたので、そこは是正しなければという利上げだったんですが、決してインフレ的な状況じゃなかったということなので、当時、景気中立レベルとされていた5%の石は5.25%、そこまで利上げをして止めたということなんです。当時としては 景気中立レベルにようやく届いたということで金融引き締めは一通りやったけれども正常レベルに戻したということで金融引き締め感というのはなかったんですねですからここまで上げたときにその引き締め感がない中で株は上がっていった、まあ、サイクルロ,ロゴの中でいつも申し上げてますけれども株はこの景気中立レベルよりも低い段階に金利があるときには基本的に上昇局面であると ということです金利が下がっていく、あるいは低いままのところにあるときには金融相場、景気が上向いてきて、利上げは進めてるけれども、業績がいいから株高というのを業績相場ということで、それは金利が景気中立レベル以下のところまでは続きますということだったんですけど、ここまで続いてるわけです。ですから、この利上げ、打ち止めのこの段階では、さほどの引き締め感はないし、この金利で景気が減速するにしても、 まあ底浅というか、大した調整にはなるまいという、高をくくっているところがあるので、株はどん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 上がっていったんですが、この中で起こったのは、住宅バブルが破裂した、その中でサブプライム問題が浮上してきた、そしてそれが金融機関の経営に大きな影響を及ぼしそうだということになった時点で、ここから一気に逆業績相場のような展開に。 なっっていいたということでこのグレーでかくっている景気交代も非常に早く始まりまりした、まあ、この切り替わりが非常に強く出たということで、まあ、サイクル展開がそれほどきれいに金融相場、逆業績相場から逆金融、そして逆業績という形にならなかった、まあ、この金融不安というのは一旦起こると、3月に見たように、一気に広がる、まあ、そういう性質のものです。 ですから、まあ、急転直下自体が安定していいったっていうのここも利上げの打ち止めというのは、水準が低くったこともあるし、FRB としては、ここまで利上げをした、景気中立レベルまで利上げをした、ここでインフレ、住宅、景気、少し様子を見ようっていう、この段階であるということです。 ここで一気にマーケットは悲観的になるわけではないむしろ、利上げがどうやら止まったようだということを交換してここで株式相場に弾みがつくんですねですから、そういうふうに利上げが止まったということ自体は決して大きな転換点ということにはなりにくいという面があるわけですそして2000年5月ですけれどもこの時には IT バブルが破裂したということなんですけれども 状況はどういうところだったかというと、97年、98年あたりにアジア金融危機が起こります。で、この中でアメリカ一人が強いという状況が延々続くんですね。で、アメリカの金利は比較的高いところにあったんですけれども、途中でアジア危機から LTCM という巨大なヘッジファンドの破綻につながる事態になって、で、その時に金融緩和で対応したということが一つあります。 それからもう一つ、実は2000年問題というのがあって、これは2000年に切り替わるときに、コンピューターのカレンダー機能がうまくつながらなくて、そこでトラブルが起こるんじゃないか、まあ、そのことに備えて、中央銀行が大量に流動性、お金を供給して備えていたんですね。まあ、この2つが相まって、強烈な金融緩和効果になって、で資源価格とかインフレも上がってくる。 そして株も急騰して、ついには IT バブルが発生するっていう状況になった。まあ、それで利上げをしていったんですが、この利上げによってバブルが破裂した。でここも利上げを停止した時点というのは、まあ、ここまで金利を上げてちょっと様子を見るかっていう期間なんです。で、中長期金利は下がっていきます。ただ様子見期間がすばらくあるので、ほんの少し株も頑張ってるんですけれども、その後、 この中長金利の下落が示すように、どうやらちょっと先行き怪しいぞということが見えてくる中で、株は先日下がっていく、そしてそのあと、政策金利も急激に下がっていく、景気は後退期に入る、でその後はもう2001年9月11日ですけれども、同時多発テロもあって、アメリカ、この苦境には負けてならずということで、大規模な金融緩和を進めていくわけですね。 まあこのことが後々の住宅バブル、後のリーマンショックにつながっていくという展開だったんです。まあ、ここでも利上げの停止というのは、ここまできて、さてインフレどうだ、景気どうだ、様子を見ようというところに入ったということで、これで物事が変わったというわけではないんです。ただ、マーケットでは、一旦は利上げが止まったということを交換する、で中長金利がちょっと下がってきたことも含めて、株はグロース系を中心に交換するという期間がある。 ところがここの時もバブルの破裂っていうことで意外と急転直下で物事がここ事態がガラガラ変わっていくわけです。ですからま株は比較的早い段階で下落に転じたということになります。まあ、この3つの事例を見ても利上げが止まったっていうこと自体が大きな転換点になるという,ようなことでは必ずしもない。むしろ相場がこう上がってきたものが終わる という時には少し猶予があるしそれから下がってきたものが中間半島的に持ち直している場面においているとこれもどうやら利上げが止まると株が上がるんだっていうふうに思い込んでしまうまあ、こういうところがあるんだということなんですでもその後景気交代を伴っている場合にはそれ相応の株価の下落というのが起こりうるということが読み取れると思いますこの株式相場サイクルの中でいうと 金融緩和をしているときの金融相場、そして利上げ、金融引き締めに向かうんだけれども、景気中立レベル下の金利水準だから株が高いという業績相場期、これがあって、その後、利上げが進んでいく、どうやら景気中立レベルを超えていきそうだといったところで落ちてくるのが逆金融相場、もうこの金利が高くなりすぎた、このままいったら景気も悪くなるんじゃないか。 株価にとっては当然マイナスだって、こういうことで落ちていくるわけで、利上げを怖がっての下落ということになります。だけれども、この利上げがどうやら止まりそうだというときには、中間半島で相場の持ち直しというのが起こりうる。まあ、これは昨年来ですね、何度もいい加減利上げ、このあたりじゃないかということを憶測しては、相場が持ち直そうとしましたけれども、ぐず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 して、そして足元ですけれども。 いいいいよいよ利上げが終わるんじゃないかというとうころまででは来てるんですねでこのまま景気大丈夫ということであれば株はしっかりしてあるいは底堅くしてえ推移できるということなんですけれどもポイントはこの後に景気が悪化するかどうかということなんですね要はあ中間半島的に相場が持ち直していてもそれはまあごく普通によく起こることであって。 でこの後株がどのタイミングで落ちていくかということは景気悪化リスク景気交代リスクに尽きるということが言えます、まあ、その時にですねこう考えておく条件というものがあります今回サイクルの議論をもう一個踏み込んでいきますこちらの図左の図をご覧ください青い線がフダルファンド金利で、まあ、こういうふうに波打っているところを見ても政策当局が経済情勢を見ながら 一貫したロジックで対応しようとしているのが分かりますインフレ的になれば金利を上げていくそしてインフレが低下する景気が悪化するデフレになっていくんじゃないかこういう時には金利を下げて支えようとするということをまあ、かなりロジカルに行動しているというのはこの波動から見ても分かりますねそうであればこそそれをサイクルとして捉えていくということなんですが例えば利上げ が天井をつけましたって言って統計を取った場合に、この90年代後半、ここだと、多分これ3回、利上げやピークがありましたっいうことになるんですけれども、サイクル的にどれほどこれが意味があるのかっていうと、どうも重要なことってのは、この大きな山の最後のここなんじゃないかということにもなってくるわけです。あるいはは年代初頭はスタグフレーション があって景気悪化と高金利、インフレというのこう並存しているんですね。まあ、そのさなかも何度かピークをつけているんですけども、まあ、サイクルという展開でもないんです。この当時は、金利はまあ多少変動しても放置する、でもマネーサプライコントロールするという重きを置いているので、あまりサイクル的な意味をここで読み取るのはきれいにはできないということなんです。でそののの後下下ががががっってててききたたもも揺りりり返してで、えー、上れれないのでままとこあすけれども このあたりも景気サイクル的な意味合いというのはそれほど強くない。ですから、景気後退を伴ってないという展開なんです。で、金利がピークをつけた後に景気後退がある、このグレーのところがあるという展開を見ると、それぞれこの赤い線、株価は下がってます。下がってます。ですから、このメリハリとして考えなきゃいけないのは、サイクル全体を通して、 まずは相当な金融緩和をしたそのことで景気もしっかりしたし、インフレが上がってきた、でこのインフレが持続的に上がるときには、GDP のデフレギャップが解消されて、インフレギャップになっている、まあ、そのことでインフレ更新のリスクが高まって、持続するんではないかというときには、FRB はかなり高波姿勢を強める、でその利上げによって、景気後退観測が当然のことが強まります。 ということで、利上げが止まった、でもその時にはかなり強い金融引き締めになっていて、景気後退を呼び起こすんではないか、こ、まあ、このリスク、程度に応じて株の下落が早まるかどうかということになるわけです。こちらの図、これ、アメリカの GDP ギャップです。IMF のデータで、えー、皆さんも無料で取ることができますので、えー、ご覧になってみてください。 これを見ると、例えば先ほどの2000年代のところですけれども、ここはアメリカ、強いって言われて、このインフレギャップのに進んでいくんですね。で、そこに対して FRB は比較的高い金利でずっと対応していて、最後、ミレニアムのところでもう一段上げたところで IT バブルが破裂したということで、まあ、ここはインフレ抑制スタンスが強かったんであろうということが分かります。 それから2000年代進んでいって、このリーマンショックに至るプロセスですけれども、この手前のところ、IT バブルが破裂して911のテロショックがあった後は、デフレギャップの領域にあるんですね。ですから、景気が回復していくプロセスにおいても、FRB はあまりインフレ警戒的ではなかった。だから利上げは景気中立レベルにとどめた。だけれども、この手前の金融緩和がかなり極端だったので、 住宅ブームを引き起こして、それが破裂したことによって、金融危機から大きな落ち込み方になった、でその後、持ち直してきて、先ほどの2018年の利上げですけどここもずっとデフレギャップだったのが、ようやくちょっとだけ頭を出してプラスになった、でここでトランプ政権が減税もしたので、だったら金融引き締めを進めなければということをちょっとやったんですけれども。 インフレが上がるかと思ったら、上がってこない、むしろ下がってしまったということで、もう一回ここで金融緩和をしたから、相場としては生きながら得たという展開になっています。ですから、サイクルを見るときに、超金融緩和でインフレの芽が出ている、それに対して FRP はどれだけ高波的な姿勢をとって、景気中立レベルを超えるような利上げもして、それによってその後の景気後退リスクがどれだけ高まるか、このこと自体が、 サイクルのメリハリをつけるということなんですね利上げがここで止まったからっていうのはさほど重要な意味を持たないということですでもう1回米金利サイクルと株価について確認をしておきたいと思いますけれどもコロナ禍というのは今申し上げてきたようなメリハリ条件これもう絵に描いたような展開ですよね経済も株価もいきなり2020年初頭に落ち込んでしまった まあこれに対して超度級の金融緩和をしてで、もうほとんど金利をゼロにしてしまう、量的緩和もするっていうことで支えたわけです。まあ、そのことがかなり突飛な金融相場、そのうちの業績相場にもつながっていったということです。そしてその金利が上がってきてインフレも高まってきた、どうやら景気中立レベルあたりまで行ってしまうんじゃないか、まあ、この時点で、 上がりすぎた相場がちょっとぐらついて、でその後いや、もう景気悪化も辞さないような利上げをしていかざるを得ないということがはっきりした時点で、株の下落にまた弾みがついて、要は逆金融相場の様相を強めた、そしてその利上げがそろそろ頭打ちじゃないか、頭打ちじゃないかと言われて、この中長期金利がこう上げ止まってきたところで、株価も下げ止まってきて。 一旦持ち直すという中間半島の要素が出てきたんですねただ、この後ですけれども、利上げがどうやら打ち止めになる、そしてその後、今、マーケットでは金利が下がる方うを織り込んでいるけれども、この見通しも金融不安とか景気後退の兆しが出てくれば、すぐさま、鋭角的に下がる方向になるであろうと思われます。こういう展開になれば、株の逆業績相場も早まるであろうということになります。 景気なかなか悪くならないね、金融不安、なかなか出てこないね、まあ、こういうことになりますと、ここが高止まっていって、そして株もちょっとどっちつかずにはないいずれこの高い金利が景気悪化をもたらすというような認識になれば、その時点で株は落ちますけれども、しばらくここで落ち着いて様子を見るという展開も起こりうるということなんです。 ここで考えなきゃいけないのは、そういうふうに利上げが止まったっていうところから様子見期間である、そこであまりリスクオフ感が出ないということであれば、株はしばらくサポートされます。だけれども、今回の場合、その前のコロナ禍における金融緩和も超度級であった、それから40年代のインフレになった、これを抑えるために、金利はすでに景気中立レベル以上に高いところまで持ってっている。 でそして逆ードになっている、さらに金融不安も発生して、信用がこれからタイト化していく、要は貸し渋りも起こるという、まあ、こういう段階まで来ているので、やはり景気が悪化するリスクというものをそこそこ織り込んでおかなければいけないんだろうと思うんですね。まあ、そのこと自体が、後々株を押し下げるリスクとしては出てくるということです。でこういうサイクル論で捉えたときに、まあ、必ず出てくる話が、 逆業績相場、いつ入りますかねとか、あるいは逆業績相場にもうなりましたかとか、逆業績相場で私も下がると思ってますとか、まあ、こういうことで言われるんですけれども、このサイクル論というのは基本的に予想というよりは相場展開のプロセスを捉えるためのロジックなんですね。ロジックっていうのは、は、要 株が下がってきたら、もうこの後、業績名もかげってますから、あこれはもう逆業績相場って言うんだなって、こういうふうな解釈になってるわけです。ですから、こういう枠組みの中で、今起こっている展開を時間順に捉えていく、そのプロセスのロジックなんだ。そのプロセスのロジックの先に、これから先、景気後退来るぞ、だから株を売るんだとかっていうよりも、景気は悪化するリスクが相対的に今回は高そうだといったら、 それに備える構えをするということであって常に予想的には現在の評価をこのプロセスのロジックの中でしていくこれがサイクル論なんだということです今回はこれを株式についてお話をしましたそして日本の投資家にとってもう一つ重要な要素であるドル円相場これについては会を改めてお話をいたします同じサイクルの中で捉えてもポイントが違いますので そこのことを2つよくよく理解すれば、今度、日本からアメリカに投資をするというときのサイクル論、これの厚み、理解の深さというものが違ってきます。そこを次回、ぜひご覧になってみてください。YouTube でこの動画をご覧になっている皆様へ、田中大輔のマネーは語るわ、楽天証券の投資情報、メディア、投資のニーズ展開をしております。 今回の動画は、レポートもそこには掲示されてますし、過去のもずっとそこに掲げられていますので、一貫したロジックをぜひご覧になってみてください。そしてこの動画、気に入ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。